はい、サクタです。今日はですね、リュックのご紹介、マウンテンハードウェアスクランブラー25。かわいいでしょ、こんな箱なんかいいよね。25リッター。これのいいところはですね、素材がダイニーマンでできてて非常に軽い、非常に軽いんですね。です。何が特徴かって、まず軽いのとダイニーマンなので、多少の雨も中まで水が染みてきません。それとクライミングでし、ギアラックが両方付いてます。はい、もちろんピッケルバンドもある。はい、で中に開けるとですね、中にもね、このギアラックが付いてるんですよ。でここに引っ掛けてったりもできるね。そしてウエストベルトはこれ外さないで、こう中に収納して、ハーネス関節装着収納してできます。でこのカラフルな色ね、これ白と赤と青とこの色があるんですけど、25は、はい。でもちろんまあこのグアブタね、グアブタの中はもちろん内側にもあります。で雨ブタを外して使うことができるようになってます。ここでこういう形で使う形ができます。なおかつロープをここへまたがして、ロープをこうちょっとロープを挟み込むことができるし、ちょうどここヘルメットのサイズになってて、ヘルメットを持ってる場合、この中にこうちょうどこう入れていく感じができるんですね。これ非常にまだね、あまりお店屋さん出回ってませんけど、非常にね、うちの奥さん用に購入したんですが、なかなかいいです。もちろんサイドコンプレッションベルト、こっち側にはこういうところがあります。まあギアかけてアクもあるし、なんか軽い、フレームはね薄いのが入ってます。ぜひ今年のちょっとねハーネスとか使う方、これちょっと試してみたらどうですかね。とってもいいリュックだと思います。